私は選ばれた人間、超式だ。しばしの戦をもはや捨ておけぬ。故に今、朕自らが立ち、かの者らを討伐する。義の烈士たちよ、朕と共に戦ってくれ。帝が動いた。始まるぞ。家主、これもお前が描いたことか。いや、答えなくていい。帝の駒である諸葛丹を撃ったんだ。もう後戻りはできないと思う。帝と戦う、不敬だ、悪逆だと思う。すぐにここから離れてくれ。帝といっても愚か者の一人に過ぎない。そんな輩に垂れる神戸はありません。もちろん悪とも思えませんよ。言ったはず。私はこれ以上は約束を思い出すことね。ああ、わかったよ。じゃあ始めるとするか。帝と戦う覚悟があるやつだけ来てくれ。行くぞ。私は師匠だと教えられた。そう約束したから。愚か者は撃たれる宿命。それが帝だ。同じことです。帝を撃つ。いらない。俺に残された道は一つだけなのか。義の皇帝であるぞ。騎馬将、この国を滑るのは誰だ。避けられるな。そうなんだ。真と答えよ。答えよ。もう出る。師匠、手はずは整えてある。正門から入るぞ。カジ、お前はどこまで。それは後の歴史が決めること。悩むのは後です。陛下のために死ねたのだ。悔いはない。さて、お前たち分かっている。心得ております。全ては手はずと。まずはお任せください。避けられるはず。カジ、この兵をお使いください。まだだ。
神は屈するわけにはいかぬ。一殺小戦拳。まったく手間取らせてくれる。これだから知性の読めない奴は困る。まだ戦意が落ちない。執念なのかしら。愚か者が読めないやつと消えるだけです。気にすることはありません。それでうまくいけばいいんだけど。分かっているのか。お前たちのなすべきことをなさせる。ジュ殿、承知しております。我らにお任せあれ。来たか、ご本人めが。お前はここで果てるのだ。カジュードの小戦拳。集めておいた兵を連れてきましょう。師匠殿、まったく芝生殿の理解が苦しい。さっさと兵を奪えば。話し合いもできないんでしょう。最後にもう一度だけ禅譲していただけませんか、陛下。黙れ。命惜しさに敬意を譲るなど朕は絶対にせん。師匠、ここは俺に任せ。そんな顔をするの。この手のことはお前より得意だ。陛下、あなたはなんだ、やる気になったのか。俺がお前の望む俺だろう。ああ、だが手を汚すのは俺の役目だ。
城内の全てを掌握し、混乱を最小限にとどめよ。その後、新帝を擁立する。行為